わかった。終わったらすぐに戻ってくるの？いや、本好きだったっけ？それとも勉強？もう受験勉強？じゃあそうか、調べ物か。昔の殺人事件のこと？当たった？やっぱり当たった？予想が当たると嬉しいんだな。道行く猫に襲いかかる真似するとするだろう。さて、右に逃げるか左に逃げるか、外れるとイライラするね。ま、イライラしたところで逃げ出した猫なんか追いつけないけどね。誰かがいるなと思ったんだよ。僕以外の誰か、僕の夢の中に。うん。しかし、どういう偶然だろうね。僕たちの夢、重なるなんて。僕も調べたから、結果教えてあげるよ。当たり前かな。あんな事件、どこにも載ってなかった。そう、二つとも。ああ、お腹空いたね。待っていたんだ、開くの。朝早くから。だからまだ何も食べてない。係員の人には変な目で見られたけどね。ん？僕が犯人だったってことについて？だってあれは夢の中の話だよ。まあね。けど、もう半分は信じちゃいないよ。マージなんて、多分嘘っぱちだ。ふん。どうして？どうしてか。うん、それは難しいな。説明するのはなかなか難しい。
どうかな。つまりこういうことだよ。僕は異常者じゃない。本当の現実で人殺しなんかしちゃダメだろ。それくらい僕も分かってる。ちゃんとね。結果の自覚は重要だ。うん、だからかな。だからマージの夢なら構わないということになる。一方で夢が現実になったとしても僕は一向に困らない。結果だよ、結果。警察は多分欺かれる。そもそも無差別の犯罪、犯人を追い詰めるのは結構難しいんだ。心理的な線で追えなくなるからね。物証にさえ気をつければいい。持ってるよ。それが一番大事ってわけじゃないけどね。だから嬉しい。仮に本当になったとしたら僕は嬉しいだろう。君には説明するの難しいけど、いや説明は簡単か。例えばマッチは誰でも使えるけれど誰でも作れるわけじゃない。説明は簡単だけれど多分分かってもらえない。寂しいね。今時思想犯もないよ。しかし現実はそうだ。そう、僕のこと？おかしなこと言うね、通りも。僕は変になんかなってないと思うよ。というか、変という言葉、ネガティブ方向への変化を示すものだろう。それまでぐうたらだった人間が急に働き者になったとして、変という言い方もしないだろう。僕も同じだってことだよ。鬱屈が解消されて晴れやかになった。にこやかに。京介くんの考えていることはわかるよ。逆説的に言うと鬱屈させるほど僕は正常だったってことだ。大体母親を慕う息子に異常者がいると思う？とにかく、まあ、通りが心配する必要はないよ。何が？そう、君は通りが好きなんだ。いいね、すごくいい。前からね、二人はお似合いだと思っていたんだ。二人とも暗いからね。明るいかな。そう、じゃあそうかな。人っていう字。
支え合ったらいいよ、通りとね。ご飯食べるけど、一緒に食べる？わかった。その時は。母さんに言ってくれるとありがたい。なるべくセンセーショナルになるよう僕も頑張るから。じゃあ言うけど、僕は母さんを喜ばせたいだけなんだ。当たり前のように子供が母親を慕っているってだけ。殺人はその手段に過ぎない、目的じゃない。もっとも、それはそれとして楽しいってこと、僕は知ったけどね。そう、そこだよ。京介くんには通じないと思っている点は。うん、口にするとバカみたいだけど、僕も孤独だな。そろそろ食べ頃かな。おいしそうね。なんかみんな浮かない顔ね。そんなことないよね、みんな。そう？トウモロコシ好きじゃないとかそういうことない？ううん、食べたい食べたい。だけど、じゃあ半分に切ってくるからちょっと待ってて。京介も？難しいよね。見つけようとして見つかるわけじゃないから。それが出てくるのをただ待っているような感じだからね。あれ、嫌な感じしなかった？この前はびっくりの方が強かったけどさ、振り返ってその時のことを思い浮かべるとすごい嫌な感じがした。
嫌な感じか。うん、それ私も感じたな。雲を見ちゃった時みたいな感じ。敵？副大典？どうにも相入れない仇同士って意味だけど。